この奨学金制度は生命保険会社アフラックと販売代理店などが出資し運営しているもので、小児がんを経験した高校生や親をがんで亡くし経済的に困難な状況にある高校生を対象にしています。高校卒業まで月額で2万円の給付を受けることができ、県内の小学生の数は累計で92人に上っています。寄付金はこの奨学金の財源の一部に充てられることになっていて、道行く人々に制度を広く知ってもらうとともに協力を呼びかけていました。この街頭募金活動は今年が5年ぶりの開催ということです。